今日のまかないはツンルーピン。これお肉なんですよ。お肉を蒸すとこんな風に、ほら、美味しそうな感じです。それに春雨とお豆腐の団子、そこに麺ですね。これは拌麺です。鶏のそぼろを使った拌麺。元気いっぱい。わきあゆうじです。わきあゆうじのゆうじチャンネル。皆さん、夏真っ盛りになってきましたよね。こういう時に美味しいのはこちらです。見てください、粒がこんなに、取れたてのトウキビ。我々はトウモロコシって言わなくて、トウキビトウキビって僕は言ってました。このトウキビで美味しい料理ご紹介します。材料はトウキビ、トウモロコシ1本、そこに小麦粉、グラニュー糖、溶かしバター、それにベーキングパウダー、卵です。これだけでいきたいと思います。まず最初にですね、このトウモロコシをこのようにした、それで角を落とす落とす落とす。この芯は水の中に入れておきます。これをあとはパラ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 ってこのようにして、こんな風にします。そうしたら芯を今ボイルしている間にいきます。この小麦粉、分量の小麦粉、それに分量のお砂糖、こんな風にしてこれをふるいにかけます。さーっとこんな感じです。あとは分量の卵を用意しておきます。箸でこれを混ぜて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 、入れます。そうしましたらこれをゆっくりとこのように混ぜていきます。中国料理の中でマーラーカオっていうのがあるんですけど、それに似たような感じで、今日はですね、夏のバージョン、トウモロコシをね、ぜひ作りたいと思います。こんな風にして、お砂糖の中に卵、小麦粉を入れて混ぜていくわけです。こんな感じでとろみがついて、そうしましたらここにバターです。分量のバターをスワーッと入れてさっくりと混ぜていきます。だいたいバターは2回から3回ぐらいの感じで混ぜていく。もう小麦粉とバターとあとはベーキングパウダーだけなんですよね。で、分量のバターちょっとだけ取っておきます。後で使います。こんな感じで混ぜたところでさっくりと合わす。そこでベーキングパウダーが入ります。サラ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 と入れて、あとは混ぜる。これで種の完成です。今この芯をボイルすること10分です。このお湯、芯のエキスが出て美味しいので、これは取っとくんですけどね。ここに
トウモロコシが入ります。それでボイル、塩をほんの少々、こんな感じで軽く振っておく。これは約2分から3分ボイルするともうね、大丈夫、2分で OK。 こんな風にします。ほら、このトウモロコシのこのエキス、このエキスを取っておいて冷めたら、これでご飯を炊いてみてください。分量の水をこれを使えばいいんです。それでトウモロコシのこれを入れて炊く、美味しいトウモロコシご飯できますよ。そうしましたら皆さん、その種の中にトウモロコシをこうやってボイルしたものを入れていきます。今から何をやるか、焼きトウモロコシパンです。こんがり焦げてまたいいんですよ。これがこんな風にですね、トウモロコシを入れます。これをうちの子供に食べさせたらもう喜んじゃって大変でした。それでは残りはここに入れちゃいます。こんな感じです。それで混ぜて混ぜて置いておく。それでさっき残ったバターをこういうふうにですね、入れてってください。バターコーンですよね。今度はここの中にこんなふうにして入れます。ここでこのまんま焼くんですが、オイルをですねちょっとだけこんな風に入れて、わーっとねこういう風になじませ、なじませます。そこに今のこの種を、マーラーカーとかそういうものは蒸すんですけど、これは焼くとまたリッチな感じでですね、とっても美味しくなるんですよね。この間やったらびっくりひゃっくり、美味しくて美味しくてびっくりしました。これで蓋をしてゆっくりと中火で約8分焼き上げます。8分経ってこんな感じです。そうしましたら、ちょうどこの当たるところをですね、こうやって場所を変えていただくといいと思います。これであと8分です。じゃあそろそろ見てみましょうか。ほら出ますよ。1個、どんな感じか見てみましょう。今まだ暑いですからね。これはですね、下が少し焦げた感じがいいんですけど、どうだ。あー、いい感じですよ。ほらほら見てください。こんな感じで下がちょっと焦げた感じ、こういう感じです。焼きトウモロコシ完成です。それでは皆さんいただきます。これがですよ、ほら見てください、このしっとり感。もろこしが少し焦げていて
中がバターがこう入ってる感覚、うん、おいしい。これに紅茶、ミルクティー、最高だと思いますよ。インドのあの紅茶、チャイで最高チャイ、やってみちゃい。